さあ K1 ワールドグランプリオフィシャルルールこちらとなっています。リザーブファイトは1ラウンド中2回のダウンで KO 負けとなります。3分3ラウンド1ラウンドマッチ。さあ左側加藤久樹、右側相高亮。放送席です。雅人さん、上原誠さん、関根勤さん、ゆうちゃみさん、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。雅人さん、はい、まずリザーバー生き残るのはどちらかという戦い、2人前日計量なんですが、加藤が 100.25キロ、相高が 98.95キロでパスしています。相高4連敗中ですから ね、ここは勝ちたいですよね。まあ、石井聡選手に敗れた時は、まあ、その何をしても勝ちたかったと。左ミドル重いですね。今の左ミドルパワーありますね。加藤バシーンと凄まじい音、まあ、本来の倒しに行く戦いでなければダメだというふうに本人反省しています。左の攻撃強いんですよね。左のストレート、左のミドルキック。そうですね、まあ、MMA では80キロ台でも試合をしているというのが加藤なんですが、左の攻撃、ここ距離を変えてまいります。上原さん、はい、どう睨んでらっしゃいますか、この2人の対戦は。そうですね、もう右のフックと左のミドル、はい、多分そういう戦いになりますね。まあ、武器ははっきりしているということですよね。そうですね、どっちが強いかっていう感じですね。加藤の左はまっすぐ出てていいですね。ここのスピードどうですか、ありますか今日は。本当にまっすぐこう基本に忠実な左ストレート打ってますよ。それからこの奥足へのローキックですね、これも左飛び込んでいきます。ヘビー級迫力ありますね。関根さん、もういろいろ戦い見つめてきましたね、はい、どうですか、その1993年の戦いももちろん。僕は93年の時はリングアナやってたんですよ、はい、そうですよね、はい、そう思い出しますよね。まあ、この代々木での戦い、まあ、ここをローキックには右フック相高が合わせていきます。まあ、感慨深いというふうに振り返る人もたくさんいる対戦です。まあ、そんなトーナメントになっています。ゆうちゃみさん、はい、でっかい男たちの迫力っていうのはどうですか。そうですね、加藤選手も相高選手もパンチがより重いですね。そうですね、もうあれですもんね、相高のボディ真っ赤ですもんね、もう一発目のミドルキックでナイス左。まあ、雅人さん、この内訳ですが、はい、相高もナイス左、今被弾しました、来ましたね、テンプルありますね、まだ1分あります。あとやっぱりリーチの差がありますね、加藤がそれをうまく関根さん使っていますよね。そうですよね、加藤が左ストレートと左のロングフックと、はい、分けるんでね、見にくいんですよね。ちょっとこれ相高はそれに惑わされているようです。相高の距離設定、まあ、内に入って雅人さん、はい、フックですよね。そうですね、ただこう左のパンチが出ないんで、はい、相高ジャブが宇宙主からさらに詰めてくる左ロングフック、ガード一辺倒となった相高、ストレートから右フック、パンチキャーボディ、ちょっと顔までの距離が遠いですよね、相高から、ね、相高からすると。上原さん、はい、遠い中で制していくのが加藤というところ変わりませんか。そうですね、リーチの長さで、はい、まあ、加藤選手っていう感じですね。ほとんどノーモーションの そのパンチも強い加藤、左ストレートも今のは左のジャブみたいな出し方ですよね、はい、これそうですね、はい、まあ、そしてこれ顔面ボディへと打ち分けて第1ラウンド終了です。さあ、無差別級トーナメントリザーブファイト、この後第2ラウンドとなります。上原さん、はい、第1ラウンドですね、気づいたポイントなど改めて教えてください。そうですね、まあ、ポイントを取っているのは加藤選手だと思うんですけど、ちょっとスタミナの方が心配ですね。動きの中でそれ伝わりますか。そうですね、ちょっと疲れてるように見えますね、はい、相高の鋭い眼光。さあ加藤の動きどうか、スーパーマンパンチ、雅人さんこれが得意なんですね、はい、これ得意ですよね、まあ、これで海外のベラトールの戦いで結果も出しています。相高はもうちょい詰めたいですね、もうちょっと近くに半歩前に出ないと当たらないですよね、はい、なかなかそれができない、
やっぱこう今ボディにパンチ、左ちょっと効いたかな、まあ、ガードあってもっていうことですよね、うん、そうですね、ゆうちゃみさんすごいですよね、はい、そうですね、加藤選手の勢いがすごくて、はい、相高選手もうちょっとガツガツいってほしいですね、はい、ちょっと、はい、まあ、上原さんのお話ではスタミナどうかなというところ気になる中でですよ ね、うん、そうですね、でもこのラウンド加藤はあの軽い力を入れたパン強いパンチ打ってないですね、はい、まだこう相手をこう、はい、削っていってる段階ですね、今削っていってチャンスがあったら強くという感じじゃないですかね、緩急つけて、うん、開始から1分経過しています、ちょっと加藤は気持ち的にあの余裕持ってるんじゃないですかね、あ、そうですか、相手入ってこれないんで、はい、まあ、プラス自分の有効打ありますもんね、これもそうです、ただ相手がね右のロングフックとか一発で相手倒すパワーはあるんでね、まあ、関根さん、なんといってもあの白カリミアンと一勝1敗、右フック強烈ですもんね、あれがね、やっぱりね怖いですよ、相手の右のロングフックは、あ、今左、顎先当ててくると押すようにして一旦離れてのかと、外からテンプルのあたり右を差し込んできます、相手からのセコンドはもう一歩前入れって言ってますね、やっぱりそうですね、やっぱりこう、そうそう、ローキックとか蹴っててこう、はい、下から崩していった方がいいかもしれないですね、相手からの方が、うん、いきなりパンチを当てに行ってもちょっと難しいのかなと、止まってる止まってる、ジャブが入ってみて、左ジャブが入ってみて、左ジャブ、そんな声も聞こえてきます、膝ボディに突き刺す、あと1分、加藤の攻撃どうでしょうね、正人さん、相手か見えてきましたか、加藤がこう、はい、見切ってますよね、相手かの動きを、はいはい、やはりその様子は変わりません、なんていうんですかね、無理しないでこう、はい、大丈夫大丈夫、下がんながいい、下がんながいい、ま、回りながらうまくこう、こうパンチを、強いパンチじゃないんですけど当てているっていう感じですよね、まあ、ローキックなどにしてもいい位置にいて奥足に届きますよね、うん、今のもねうまくこう左フックからインサイドのボディとか加藤は打ち上げて、相手の集中力そぐような攻撃再び見せています、しびれを切らしたか、声を上げながら相手のパンチ飛び込んでくると左ジャブ、でも徐々に削られていきますよ、軽いパンチでも、まあ、突進するとその突っかい棒のような感じで効果あるんですね、加藤のパンチ、言っても無差別級ですからね、そうですね、100キロオーバーの加藤、100キロに少し満たない相田か、ここで第2ラウンド終了です、相田かもちょっと体振ったりしたいですよね、さあ次が最終第3ラウンドです、 K1 ワールドグランプリ無差別級トーナメントリザーブファイト、重量級のトーナメントがこの代々木に帰ってきました、正人さん、はい、2人の表情を今ご覧いただきましたが、やっぱりちょっと様子違いますね、そうですね、上加藤は余裕を持ってる感じしますけど、はい、相高はだいぶこうきつそうな表情に見えますね、ファイナルラウンドのコールです、いきなり左から、でも相手の方も距離は詰めてきます、そうですね、左フック一発当ててやろうっていう、まあ強引にね詰めてきましたね、この距離を、ね、うん、火を消して、しかしその周りを回るのは、回って突き刺すのは加藤、赤いグローブです、上原さん、はい、どう見ていますか、最終ラウンドです、そうですね、もう相手選手はもう行かないとダメですね、はい、ここまでのポイントなど考えて、そうですね、右、ガードを下がってきてるんで、はい、相高の拳に捉えかけているんでしょうか、関根さん、はい、どう見てますか、相高選手はもう気合が入ってますね、また一段とですね、このラウンド、ボディ、でも相高が入ってくるときにね、うまくこう左のジャブ的なこう止められるパンチね、あれ鬱陶しいと思いますよ、まあ、相高の嫌がるような攻撃で、うん、あれ嫌ですね、はい、返しているんですね、カラムリーだ、打ち下ろし、衝撃は今年も今回のこのトーナメントでも走りました、リザーブ生き残った加藤久樹によって
大の字相鷹涼。いやー、正人さん、相手の攻撃、加藤の方がきっちり見据えて左でしたね。そうですね、最後のパンチは、ね、今までのパンチと違って力入れたパンチでしたね。段階一つ上げていたんですね。上げましたね、はい。上原さん、はい、まずこの対戦いかがでしたか。そうですね、やっぱりヘビー級らしい倒し合いという感じで、はい、やっぱ KO が見れて嬉しいですね。まあ、そして落ち着いて加藤久希が勝機を見出したようですね。そうですね、やっぱ戦い慣れてるというか、まあ、体重が今回100キロぐらいになってたんで、はい、まあ、数年前は90キロだったんで10キロぐらい体重が上がったんで、はい、そうですね、ちょっとスタミナ心配したんですけど。上原さん対戦ありますもんね。そうですね、関根さん、はい、豪快に、しかし段階を組み立てて勝ちましたね。いや、加藤選手テクニック上がってますよ ね、 強くなってますよね。まあ、ベテランの域、39歳ですけれども、その自分のジムですよね、ウエスト A というジムを立ち上げて、また後輩たちに教えることでいろいろ確認もできているようです。3ラウンド1分5秒の結末 KO でした。ゆうちゃみさん、はい、トーナメントぶっ倒すところから始まりましたね。そうですね、一発目から KO を見れてめっちゃ嬉しいのと、最近負けてらっしゃってたって言ってたので、はい、優勝できてめちゃくちゃ私も嬉しいです。そうですか、はい、3連敗で流れを断ち切ったということになりますね。はい、かっこよかったです。まあ、お父さんが日本人、お母さんがフランス人、元ハンドボーラーという異色の経歴もある加藤久希、リザーバーとしてサバイブしています。